ホタルの日記。1999年12月31日、瓦礫の氷、暗い廃墟の底の底、今にも倒れそうな鉄塔の根元、ミオンが不思議なホタルと出会った。影の中をスイスイと泳ぐように進む影ホタル。影ホタルは不思議な力で瓦礫を動かし、ミオンの進む道を作ってくれる。影に浮かぶその淡い光を見ていると、なぜか懐かしさを感じる。あれは私のかけがえのない何かだったような。私の記憶ははっきりしない。この世界が壊れてしまっているのも私がした何かのせいだった気がする。ただミオンをここから連れ出したい気持ちだけははっきりしている。影ホタルはミオンを助けてくれるようだ。一緒にミオンを、そう思った時、曖昧な記憶の沼の底で何かがうずいたが、やがて消えた。ホタルの日記、廃墟と少女、そして回る詩。